はいどうも、タクチャンネルでございます。自分はですね、東京の蒲田西口商店街にてトレーディングカードミニチュアゲームなんかのお店をやってます。よろしくお願いします。今ね、8月2020年8月ですね。まあ軽く近況を報告しますとですね、まあお盆のシーズンで、まあなんつうのかな、いつも来ないお客さんとかもちらほらと見えてるんですけども、あれなんですよ、あのコロナの影響でですね、中古シングルの買い取りもちょっとね、微妙なんですよね。正直ね、本当、まあ、買い取り来てくださることは本当ありがたいんですけど、やっぱね、なんつうのかな、1枚2000円とかその前後のね、まあ一般的にはその170円のパック買って出るカードとしてはさ、1枚2000円当たり枠ですね。この当たり枠のカードっていうのがね、全然なくてですね、もう、まあ仮に買い取れてもすぐ売れて、まあ店頭ないみたいなね、もう常に店頭ないみたいな、うん、そういう感じでですね、もう、例えば動画見てはるばる来た方なんかはね、非常にがっかりだと思うんですけど、まあ、そういう感じなんですよ。なんでね、無理しないでね、こう、まあウォーハンマーにしてもね、トレカシングルにしてもね、あのシングルカード、あのインターネットの方でね、買ってくれるとアマゾンの方で買ってくださいアマゾンで買うと、まあね、偶然俺の店にヒットする可能性もありますんで、まあね、特に遠くの人なんかはね、もうネットで買ってくださいよ、うん、もうただでさえ外出ね禁止なんで、まあ偶然ね、この蒲田にね、このお盆シーズン帰ってきてるみたいなね人はね、もちろんね、お店ふらっと寄ってきていただいてね、本当にありがたいんですけど、そういう感じです。でもね、そういう中でね、ちょっと新しいカードゲーム、デジモンカードゲーム、少しずつねシングルが並んでますんで、ちょっとねチェックしていただけると嬉しいかなと思います。はい、まあ近況報告はこの辺にしといてですね、今回話題用意してきておりますよ。はい、っていうのは今回はですね、俺自分ですね、無理だやめとけ、それ無理だやめとけっていうのを言わないように注意してるんです。うん、なるべく言わないようにね注意してるんですよ。うん、っていうことを話そうと思うんですけどね、これ無理だやめとけってね、もう呪いのキーワードだと思ってるんですけど、個人的にもう呪いのフレーズだと思ってるんですけど、この、ね、無理だやめとけっていうことを言うことによって、本来可能かもしれないことが、その言葉の通り無理で不可能になってしまう、うん、ね、可能であるチャンスをその無理でやめとけっていうことによってこう不可能になっちゃうっていうね、このチャンスを、うん、可能かもしれないことを不可能にしている可能性があると、それを言ってしまうことによってね、でこれを言う人っていうのはね、大体この身近な人なんですよね。身近な友達、家族、恋人がね、こう言ってくるんですよ。そんな無理じゃん、やめてよ、やめとけよって言ってくるんですよね。これもうっていうのも、俺がねこう言われ続けてきたフレーズなんですよこれ、うん、それを言うことによってね、本当に思考停止というかね、うん、だから逆にその無理だって言うんじゃなくて、なんつうのかな、その可能性について語ってほしいなと思うんですよね。うん、それがその小さな可能性でもいいんですよ。うん、で例えばまあ今はまあいないかもしれないけど、一時期あったよね、こう子供たちがさ YouTuber になりたいって言い始めるっていうね、まあ、これについてまあ親の立場の人がこう、まあ、無理だやめとけって言うと思うんですよ。うん、でもね、そこをこらえてですね、そこをこらえて、例えばスマホがあればすぐできるんだから、じゃあスマホお前持ってんだから今すぐやってみせろよと、わかる？そういうふうに俺だったら言うよね、その可能性について語る。うん、でも若い人なんてね、不可能なことなんてないんですよ。うん、若い人のフェーズだったらさ、もう一歩一歩こう、そのね、まあ、プロ野球選手になりたいとしたら、なりたいとしたらさ、もうそれになるべくさ、素振りの練習をすればいいっていうさ、不可能なことなんてないんですよ。一つ一つその小さな一歩を
やるべきだと、それを言うべきであって、こういきなりその成功する人は一握りだよ、無理だよ、やめとけってね、これね、まあ、なんかどういう意味合いで言ってんのか知んないけど、それによってね、こう 100% 不可能になっちゃうんだよ。それを鵜呑みにしてしまったら、もしかしたら、うん、1% でも可能な かもしれないことを 100% 不可能にしちゃう、うん、そうでね、やっぱなんかこうね、心のどこかでね、こう不可能だと思ってると、もうその時点で不可能なんですよね。 1% でもチャンスがあると、これをやればもしかしたらワンチャンあるかもしれないっていうね、それについて考えるようにしなきゃいけないのに、こう頭から無理だって言われちゃうとね、ダメなんだよね、うん、例えばこう俺昔さ、バンド活動とかもしてたけど、なんつうのかな、そのそこでさ、こうね、バンド活動で成功するのも一握りじゃないですか。もう特に今なんてさ、かなり厳しい、音楽業界そのものが厳しいんだけど、そういう中でさ、例えば俺みたいなこう店やってるだけのおっさんでも、こう3000人とかフォロワーね、視聴者ね、まあ若干今減ったり増えたりだよなんかむしろ減りそうなんですけどむしろ減りそうなんですけど、もうこんなおっさんでも3000人フォロワーいるわけで、例えば1000人集めたらね、 CC レモンホール渋谷公会堂が埋まるわけよ。なんかできそうじゃない、1000人ぐらい集めるのね、地道にこう集客活動をすればさ、ね、CC レモンホール渋谷公会堂ぐらいはソールドアウトできそうじゃん。で武道館でね、ミュージシャンといえば武道館でコンサート、これあるよね、武道館でコンサート、ちょっとあんまり言えてなかった、武道館でコンサート、ん、武道館でコンサートね、あるよねちょっとなんで言えないんだろう今、武道館でコンサートあるじゃん。ここはね、最初の目標としてね、成功したと言える目標として、武道館もまあ最低5000人ぐらい集めれば、まあよく言えば1万人集めたいんだけど、うん、でも5000人とか別にさ、5000人フォロワー、俺みたいなおっさんでも3000人フォロワーいるんだからさ、まあね、フォロワー数と実際集めるってまた違うけどさ、地道に集めていけばさ、例えば6名間の100人埋めるなんて、そんな簡単なはずなんだよ、うん、それを一歩一歩やっていくかどうかっていう話で、それを最初からね、成功するのは無理だなんてことはね、言われちゃったらね、ダメなの。それを言っちゃダメだし、で逆に言われたとしたらそれを無視するっていうね、無理だやめとけってね、もしかしたら若い人、親とか恋人とかね、身近な友達とか言ってくるかもしれないけど、それを無視する力って必要だよね、はい、無理だやめとけって言われるんだけど、その不可能である確率が高いんだけど、可能な確率もあると、それを可能にする確率もあるんですよ。それを、うん、それを 0% にしちゃダメだよね。そのわずかな確率があるんだから、そこに対してその確率を上げていくアクション絶対あるよね。地道な集客活動ね、ミュージシャンの例であればそういうことだし、まあ、YouTuber になりたいとかであれば、もう最初の1動画ですよね、もう動画一つも上げないでさ、なりたいって言っても意味わかんないからさ、うん、もうまず初めの一歩を踏み出すとかさ、そういうさ、そのまあそれはさ、成功する人は一握りなんだけどさ、そういう中でもそのそれを可能にする確率を上げるアクションっていうのが必ずあって、そういう中でさ、その無理だやめとけっていうのを頭から言うっていうのはさ、やっぱ違うし、言われたとしたらそれを無視すると、うん、そういうね、心構えがいいと思います。俺はもう言わないし、だから言われても無視しますっていう話、うん、こんなおっさんでも言ってんだから、若い人だったらもうなおさらだよね。もう可能性にあふれてるんだから、もう俺とかもう今のフェーズで終わるんだから絶対うん、もうそれが見えてんだから。ただね、まあ、このご時世ね、40代でもまだまだっていうね、考え方もあるしね、うん、ただなんかやかましいおっさんにはなりたくないから、その辺は気をつけてるけど、うん、まあそういう話です。はい、だから皆さんね、なんだろう、身近な人に無理だやめとけって言わない、もうそれ呪いのフレーズだから、うん、そうするとさ、そうだよね、どうせ無理だよね、無理だよねっていうコミュニティの中で育ってって、本当に無理な人たちが出来上がるの、うん、それって面白くなくない？こう酒飲みながらさ、へへへっつってさ、
無理に決まってんじゃんははみたいなやつら面白くないだろうね。そうじゃなくてもうそういうこと言ってる言わないし言ってるやつを無視する、それどうです？この考え方ね正しいと思うんだよ、うん、まあ、つい言っちゃいがちなんだけどね、だから言わないように気をつける、そして言われても無視する、うん、っていう話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。